さんこんにちは、ひろきでございます。今日は、冬のキャンプを想定してのバックパックの道具紹介をしたいと思います。前回、去年の2020年5月に、夏を想定しての道具紹介したんですけども、今回は冬バージョンになります。まあ、ただ今年ちょっとなかなかこういう状況なんで、キャンプ冬もしかしたらいけないかもしれないですけど、ちょっと道具紹介したいなと思います。じゃあちょっと早速やっていきましょう。じゃあちょっとまず周りの方から。こちらブランケットとグランドシート、これ先に引いちゃいましょう。多分これで20キロ弱ぐらいですかね。感じです。で、まず、ロスコの、スリーピングマット。これ幅が60センチちょっとあったと思うんですけど、ちょっと15センチぐらい切って、これで45センチぐらい。これで、まあ、十分寝れるんで、ちょっとでかすぎたんでカットしてます。こっち側がバンダナ、それからあのホーローのコップ。これホーローって、まあ、そのまま熱にもあのそのまま火にもかけれるんで、これ使ってます。とパラコード、で、オイルランタン、これ多分1000円ちょっとの安物なんですけど、ちょっとこの上のとこ加工してあのウォーマーランタンみたいな感じで、これオイルランタンなんで、あのこの熱を利用してその上であのコーヒーをあったかい状態で保つことができるというように加工しました。まあ、こっちと対落しただけですね。それから水筒、これもあのステンレスボトルを加工して塗装剥いでホルダーつけたり、キャップをコルクに変えたりしてます。で、前の方はこれがあの麻紐をほぐしたやつと、あと白樺の樹脂、ほくちとして使う分ですね。それからナイフ、ナイフはモーラのクラシックシリーズのナイフで、現行のより1個古い型、確か2020年だったかな、去年にあのリニューアルしてるんですけど、それの1個古いタイプのナイフです。それからこれが予備のナイフ、これはまああの鍛冶打ち体験で作ったやつなんですけど、これは結構雑に使う感じのやつ、結構刃こぼれしてるんですけどね、これは作業用に雑に使うようなナイフ。こっちはLED のランタン、ちょっと周りちょっとレザー貼って加工してます。とおもちゃ、おもちゃというかブルースハープ、こうやっておもちゃですね。でこっちは麻紐とあと軍手、これもポーチも、これもレザークラフトで作った分ですね。それから、下寝袋、寝袋はカリンシアのディフェンス4なんですけど、あのとかフィンランドのメーカーさんかな。で結構ヨーロッパの方では、まあ、寝袋といえばカリンシア
みたいな存在だそうです。でこれ袋自体も圧縮できるようになってますんで結構コンパクトになりますね。で中はこんな感じの色で渋い色の寝袋です。でこれセンタージッパーになってるんで入った時にチャックの開閉がしやすいというか横のタイプだとちょっとやりづらいんでこれ真ん中についてるんでやりやすいです。であとここも縫いがしっかりしてるん でなおかつなんちゅうのかなこう噛みづらい構造になってますんでスムーズにチャック開閉できると。顔出すとこですね。結構ちっちゃめなんですよ。これめなんでしっかりこう顔の周りガードできると。でなおかつここに紐がついて絞れるんで本当にこんな感じで完全にガードできる。だからもう本当寒い時はもう顔もこの中にすっぽり埋めてやれば結構温まれるのかなと思います。結構ね家の中で使ってても入ったらすぐもうポカポカしてくるような感じですね。でこれは中はダウンじゃないんで中面かな。なんで洗ったりもしやすいです。なんか特殊な素材みたいでそれによってかなりあったかく寝られる寝袋ですね。じゃあ次中行ってみましょう。これ3層のバックパックでちょっとねどこのメーカーわかんないですけどノーブランドの安物のやつなんですけど、この3層タイプとあとここにモールシステムでいろいろ外付けできるんで愛用してます。あと下にこのループがあるんでここにテント入れたり寝袋入れたりできるタイプのやつですね。まずこのメインの方から、でこれは麻の袋、座布団代わりにしたりとかあと巻き運んだりとかあとこれで現地で流木なんかを利用して椅子を作ったりとかそんなに使います。それから、薪ストーブ、これは4リットルのオイル缶で作ってますね。なんでこれが取り付け金具で、足2本、それから煙突は今こういうコンパクトになってますけどこれを縦方向に巻くとこう長くなって煙突として使えます。あとロストル、結構ちっちゃい薪ストーブなんで
まあ、そんなにあったかくはないんですけどね。なんでまあ5度ぐらいまでだったら使えます。ちょっと5度下回るとちょっと物足りない感じなんですけど、で調味料関係ですね。コーヒーから油と塩コショウ、これが鍋関係、これがね、蓋はこれなかったんで作りました。でまあおやつというか、まあ、くるみで、これ100均のちっちゃい鍋で、これちょうどこれに入るんで、これコッフェルはあのモンベルのアルパインクッカー、縦型クッカーのちっちゃいやつですね。で下は鍋の中にソロストーブ入れて、それで、これワックスバーナー、これもねあのカンカンに段ボールをぐるぐるっと巻いて入れて、でその中に溶けたろうそくを流し込んで、でこのまま火つけたらバーナーとして使える、まあ、非常に便利なもんです。ちょっとあのすすが多いんで、すすが出るんで結構鍋の底は真っ黒になっちゃいますけど、まあ、アルコールバーナーだとこのバーナー以外にアルコールを持っていかないといけないんですけど、まあ、これは中にもうろうが入った状態ですんで、このままあの持ち運びもできるし、コンパクトで重宝してます。それから、ポーランド軍のポンチョテント、それで、焚き火台なんですけども、このベルモントのタビという焚き火台で、新潟ですね、新潟の三条のメーカーさん、やっぱあの辺結構こういったキャンプメーカーさん多いですよね。で中がこんな感じの収納袋に入ってます。で開けるとでもう一回使っちゃったんですけど、これが本体の板2枚で、これ全く同じ板だと思うんですけど、これを反転すると重なってこんな感じになります。で足が3本、これをはめていくと、でまあ見ての通りチタンなんで軽いですし、あとこの独特のこの青っぽい焼き色がつくような感じですね。それでここ溝があるんで、それぞれ両側入るのと、あと下がこの板を交互に入れた時の隙間にそれぞれ入るんで、横も動きづらいような作りになってます。であとこの何て言うんだろう、サイドスクリーンというか風防的なこれを入れるんですけど、まあ、これ2本使ってもいいし、まあ、僕多分1個は使うけど1個使わないかもしれないですね。で、ロストルなんで、まあ、こっち側から薪を入れてやったりするんで、まあ、こっち入れてもいいし入れなくてもいいと思います。それでロストル結構広めなんで、鍋を1個、それからまあ
もう一個開けるし、あと、まあ、この辺巻いたらあの、まあ、お湯も沸かせるしっていう感じで、なかなかいいんじゃないかなと思います。あと一回使ってみたんですけど、ここにスリットが入ってて、そこから空気をこう取り込んで、結構燃焼効率いい感じでしたね。であとちょっと気になるのは、ここがちょっとね、あの低いんで、一番高いところで10センチ弱ぐらいなんで、あんまりたくさん薪は入んないんですけど、まあ一人で調理する分にはまあちょうどいいのかなと。でまあ調理終わったらロストルを取って薪をガンガンくべれば、まあ暖も取れるんじゃないかなと思います。メインはこんな感じですね。で、2番目のところは、まな板。まな板と、スキレットと、お皿、そしてからナタ、ナタはねこれ僕のおじいちゃん使ってたやつで、多分 4,50 年前の、まあ、なんてことないナタなんですけども、大事に使ってます。あと折りたたみのノコギリ、それからあとちょっと今入ってないけど灯油、灯油はオイルランタンで使うんですけど、まあ専用のオイルもあるんですけど、僕は灯油で、まあ、コスパがいいんで灯油使ってます。ただちょっと匂いとすすがちょっと多めですね、やっぱ専用のやつに比べたら。が2番目 で一番手前の上、これが皮膚希望、それからメタルマッチ、これはクピルカっていうあの食器メーカーなんですけどのメタルマッチ、からファットウッドと、火バサミ、で、その下がエバニューの2リットルの携帯の水筒、それから、よくわかんない浄水器、これでまあ沢の水とか川の水をろ過してあの飲料水として使います。それから、雨具ポンチョ、これはタープとしても使えますんで、タープとして使う時もあります。それからあと救急セット、絆創膏とか、薬関係とか、あとエマージェンシーシートとか入れてます。ここからスプーンとフォーク、これ一応なんか使うかなと思って、手帳というかノートですね、アッコさんのご主人の綱安さんから、ライター頂
ただきました。これあのイムコっていうメーカーのライターで、まあ、2つすごいんですけど、1つはまあ歴史がすごくて、あの、まあ、オイルライターって言えばジッポ皆さん思い浮かべると思うんですけど、これ実はジッポより歴史が古くて、だからオイルライターの元祖じゃないかって言われてるライターですね。これ1918年から作り始めてるんですけど、ジッポは1932年からなんで、まあ、これがオイルライターの元祖と言っていいんじゃないかと思います。でまあ普通にこう使えますし、でこれすごいのが取れるようになるんですよ。ろうそくみたいに、マッチみたいに使えるんで、例えばこうオイルライターの着火とかね、これこのまま着火ができると、着火ができる、すごいいいやつ。でこれちょっとなくしちゃいそうなんで、ちょっと入れ物をちょっとレザーで作りました。これに入れとけば、まあ、なくなりにくいんじゃないかなと思って作りました。でこれはあのフリントとかオイルもジッポ代用できますんで、まあ、ジッポと同じように使います。だいたいこんな感じで、あと、食べ物と着るものがプラスされるぐらいですね、感じです。まあ、今年はちょっと冬はキャンプもしかしたら行けないかもしれないんですけども、春先に行けたらなっていうふうに思ってます。こんな感じですね。ありがとうございました。ひろきでした。